ピアノと還元楽のためのムーブメンツは、イーゴリ・ストラビンスキーが1958年から1959年にかけて作曲した楽曲。ストラビンスキーの作品の中で最も難解な作品の一つである、ウェーベルン的、天病的と言われることもある。ストラビンスキーの晩年の音楽は、声楽曲が多く、この曲のような純粋な気楽曲はごく短い商品を、 覗くと珍しい。スイスのチューリヒに住む資産家カール・ウェーバーは、妻でピアニストであるマルグリット・ウェーバーのための競争曲を依頼した。当初はピアノと主治の楽器群の競争曲という題だったが、完成した曲からは競争曲の子は覗かれた。カール・ウェーバーは15分から20分ほどの長さを要求したが、完成した作品は約半分の長さとなった。 曲は1959年7月30日に完成し、マルグリッド・ウェーバーに検定された。1960年1月10日、ニューヨークのタウンホールで開催されたストラビンスキーフェスティバルで、マルグリッド・ウェーバーのピアノ、作曲者本人の指揮によって初演された。1963年4月9日、ジョージ・バランシンの振り付けにより、ニューヨークシティバレー団によって、 バレエとして上演された。フルート、ピッコロ、オーボエ、コーラングレ、クラリネット、バスクラリネット、ファゴット、トランペットにトロンボーン3、ハープ、ジェレスタ、言語部独奏ピアノ。曲は速度の異なる5つの楽章から構成される。楽章同士の間にはピアノの登場しない数小節からなる感想が存在する。全曲は連続して演奏されるが、 感想の前には、休止を置くべきだという。楽器編成は楽章ごとに大きく異なり、例えば感想を除くと、オーボイト・コーラングレは、第三楽章、ファゴットは、第一楽章にしか登場しない。トランペットは、最初の三楽章の間ミュートをつけている。出版楽譜は、各楽器が登場する。部分以外は全休譜ではなく空白になっており、一見スカスカした印象を受ける。 演奏時間は約10分。ストラビンスキーは自分のセリー音楽について調整的に作曲すると言っているが、ムーブメンツは調整的な要素を除いたストラビンスキーの言う反調整的な傾向を持つ音楽である。音列の各音は大部分が半音か全音の音程を持つストラビンスキーの音列の特徴的な形をしている。それ以外の音程は完全4度、 増4度、完全5度が、各1回ずつ出てくる。ストラビンスキーは、元の音列を知っただけでは、第一楽章の頭のフルートソロの音の順序は、わからないだろうと言い、その後に謎めいた言葉を述べている。ムーブメンツ以来、ストラビンスキーは、エルンスとクルシェネクの影響を受けて12音の音列を6音ずつに2分し、各6音について、最初の音を最後に持ってきた後に、最初の音が、 同じになるように転調させることで5つの新しい音列を作る技法を採用するようになった。旋律はこれらを組み合わせることで得られる。ストラビンスキーが挙げているフルートソロの例はこれらの音列から3から6音を抜き出して繋げたことが分かっている。ストラビンスキーはまたこの曲のリズム言語は自分の書いた曲のうちで最も進んだものだと述べているが、 これは垂直に聞かれるべきものだという。音符の間隔が徐々に短くなったり、長くなったりする例が見られ、異なるパターンが組み合わさることによって極端に複雑なポリリズムが生まれる。第1楽章の冒頭で12音からなる音列を主題のようにピアノが提示するが、オクターブの広い範囲にまたがっているために、旋律としては認識し難い。伝統的なそなた形式の主題提示部のように、 繰り返した後、速度ははっきり遅くなる。木管楽器の感想に始まる。第二楽章は、速度が遅く、ピアノの長いトレモロとソロ弦楽器群を特徴とする。第三楽章は、弦楽器による感想に始まるが、感想以外に弦楽器は出てこない。後半の管楽器の長いトリルとハープの低音の繰り返しが印象的である。第四楽章は、金管楽器と、 ファゴットによる感想に始まる。フルートピッコロの高音と弦楽器のフラジオレットによる和音の伸ばしが多く聞かれ、最も火性的な楽章である。第五楽章の感想は、唯一管弦楽の前奏により、ホルテッシモに至る。本体はかなり複雑だが、最後は静かにソロ弦楽器群で音列全体が最低時されて終わる。作曲中の1959年春に、 ストラビンスキーは日本を訪れている。ロバート・クラフトによると、ストラビンスキーは特に日本の画学の楽器の響きに魅了され、ムーブメンツ及び墓悲鳴にその影響が見られるという、ありがとうございます。